こっからだな、多分。こっからっす。多分ね。なんかちょっと怪しい。ここからかなみたいな。どうも、アザラシです。桜大戦実況を進めていきましょう。第9話なのかなこれは。年末にね、年末に撮ってから、すっかり。合ってるこれで。怪しいな。私が唐突に始まったけど、唐突に始まったけど、あなたは誰ですか。パチンパチンになって、トグルよりすごいな今。トグルよりすごい、トグル弟よりすごい。3分でビルをぺちゃんこにするトグロ、トグロ弟よりすごい。出てきたわね、坊や、坊や、坊や鉄。俺です、大神です。大神にボイスがない。可愛い子ね。あやめは死んだと言ったでしょ。あなた今殺してあげるわ。パート9は、おい、ぐはっ、おがみさん、声が。何を食らってんのかな、空気砲みたいなもの。やはりこいつらとつるんでいただけあって手ぬるいわね。確かに。あなたのやり方を見せてもらうわ。見てなさい。本当に戦うのこれ、これから。最高の舞台が始まったみたいに。はい、厄介なものを仕掛けられたようですね。蝶というコマが仕掛けた電気の攻撃装置だし、電気てか電気が存在するん、この社会は、この世界には。今気づいたわ、電気が存在するんか。だったらこの蒸気機関で後部で戦っとる意味は何ってことになる、なるんだがとりあえず潰したいんだろこれ。とりあえず潰していく。よし、えい。このね、このシミュレーションパートを面白く実況するのは至難の技だと思うんだけれど、大丈夫なんすかね。いきなり。もうあれよ。どうしてもこれ、どうしても、もうストップかかったら、ドクターストップかかったら、もう、これ以上、シミュレーションやっても、こう、見入りなしみたいな、なるから。取り立てて特に喋る。面白い喋りもしてないってことになりかねないよ、これ。桜大戦のこのね、シミュレーションパートはね、下手することもなく、スパロボとかよりも苦痛度が高い。スパロボよりも見るところがないね。まあ、まず一番に言えるのはやっぱりこれ、戦いの勝ち負けにおいてあまりこう、なんだろうな、負けても勝ってもどうでもいいみたいなところがある。負けても勝っても多いやん。どういうふうに勝つかとかあんまり関係ないよね。まあ、もちろん、あげようと思ってるヒロインの突っ込ませるのはすみれさんにしとこう。さん付けよくないな。うん、まあ今回はあまりカットとか考えずに、喋れるだけ喋っていこうと思う。喋るだけ、いいだけ喋っていこうと思う。こういうね、喋ってる時間のままね、結局、プレイヤーとしてはプレイしてるので、ね、なら喋った方が時間の無駄じゃないよな、きっと。なら喋った方が。しかし、見る人からしたら苦痛かもしれない。もちろん、苦痛だと思う。かっこいい。ズダン。うお。桜強し。さくら剛さんですよ。やってる側は
やっぱこのゲームやるのに対してやっぱ同様に時間をかけているから、カットしたところで結局ね、カットする時間がプラスになるわけだ。ゲームしてる時間、黙って喋っててもその時間だし、黙ってやってても時間だし、その黙った分をカットする時間も含めてやっぱ時間なんだよ。浪費する時間になっちゃうから、ああもうこの何のこの面白いこともないこのシミュレーションパートもベシッとこう喋っていくから、なんなら雑談していこうか、なんなら雑談を織り交ぜて。昨今のスマホゲーム、スマホは、おい、そうか、大神もしかしてあれか、もしかして大神さんあれか、さっきのあのあやめのあの空気砲みたいな攻撃食らったので、その分だけダメージが残ってたか。それは考え及びませんでしたね。どうするかな、こうかな、えい、鍵詰め、いけるか、あいけない。やっぱ通常攻撃はランダムなんだな。ランダム、通常攻撃はランダムで強くなったり弱くなったりしてるな。よし、まあすげえ暇だと思うから、すごい見るべきところは、本当に見るべきところはないから、聞くべきところはワンチャンあるかもしれないけど、ね、見るべきところは本当にないから、遠慮なくね、飛ばす、この回を飛ばすか、もうそんな感じで、もしくはもうラジオのように聞いてもらえればいいんじゃないかなと思います。もうね、自分の喋りなんてね、聞く価値もねえものではございますので、ね。いや、まあ、こういう時だからこそね、喋りはね、磨かれるのかもしれない。何もこう、取り立てて面白いことの起こらない、この画面の絵面の中にも、価値観を見出していかなければいけない。これスミレを前に出すの難しくないか。全員これズタズタになるぞ。大神さんだけで大丈夫じゃないよ全然。どうしよう、回復、誰かに回復してほしかったな。こいつの射程範囲が知りたい。射程範囲つか、これわからん。どうしよう。この辺りに来て回復しとくか。狙われそうな気がするな。死んだらね、一応ね、桜大戦、ゲームオーバーで、もう一回、リトライになります。別にね、ペナルティーじゃない。ペナルティーにはならない。負けたとしても。結構効く。効く。桜大戦って機体ごとの性能が多少なりともあるから、例えば9、8、5ね。こう見るとこれ防御力もあるし、キャラによってもね、操縦者の分の防御、甲冑、機体の防御、そして信頼度の防御で合わせて16みたいな感じで、厳密にこう数字が、厳密じゃないけど数字がね、決められてるんで、ね、機体の硬さとかあるわけだ。こう見るとあれだな、アイリス硬いな。ね、アイリス硬い反面、マリアはめちゃめちゃ柔らかい。あ、大神さん硬いな。とかいうことが分かるわけですね。え、これ、マリアすごい柔らかくない？紙倉庫じゃないか。うわー、マリアそんなにあれか。そんなに柔らかいか。あ、でも、そうか、なんか途中で機体の改造してたな。どういう風な方針で育てていくかみたいな。コーランが改造とか、コーランがあの辺でチューンアップしてくれてたような気がする。それの影響かな。スミレが全然前に出てこない。これが遅えんじゃん。なるべくアイリスの技、通常技を使わないようにしていこう。シャボン玉で攻撃していくスタイル。桜実況上げてはおるんだが、全くその手応えもつかめないままここまで来とるんでね。もうでもそれでも終わらせるっちゅうのは、終わらせるのは大事、と思うので、とりあえず終わらせます。とりあえず終わらせる。終わらせて、
春からは桜大戦2をやっていきたい。証拠りもなく2をやっていきたい。桜2を、桜の季節にはね、それまでにはなんとかこれを終わらせたい。1年1シリーズぐらいのか、うおー、全然効かない、全然効かない。こう見るとやっぱり大神は非常に硬いんじゃないかなと思いますね。硬い、えらく硬い。これでおお2連撃、あ倍ぐらい食らう。細かにね、敵さんのステータスあるんだけどね、そんなに大事じゃないっていうのが。合体、瞳に映る輝く星はみんなの明日を導く光、大いなる力に変えて。右と左が逆になってましたよ。凄まじい、やったわ。さくらの好感度が高いな、こう見ると。回復していこう。どっちが回復、マリア回復、さくら多分大丈夫。アイリスってさ、これ橋越えられるんじゃないかな、うまく飛べば。霧島流、あ、ダメダメダメ、そこはダメ、そこはダメ。ここかな、防御、防御しなくていいな、溜め待機でいいな。待機、科学を舐めたらあかんでって。いやでもそもそもこれ科学なのか、科学の申し子的な。うちょっと待てよ、情報頑張る。80ある。大丈夫大丈夫。ためいける。いけるいける。別に敵さんもその、まあ科学ではあるとしたとしても、敵さんがこの、危な。科学を舐めてないということはないよな。舐めて、敵さんも別に科学を舐めてないというわけではないというか。ね、コーマとはいえ、だってこの電気のマシンを作っているわけだから、電気の敵、この電撃塔って、明らかにこれは科学の力だろう。だからまあ、ね、科学の力もしかしたらワンチャン舐めてない。うお、すげえすげえ、さすがアイリス。そして必殺、大神を回復してください、お願いします。これ的確じゃない？めちゃくちゃ的確だった。今のはいい手だった。しかし、多分おそらく、遅い！すみれさん遅いっす。遅すぎる。倒らんよな、倒らんよな、これ。行くね。これも電気の力なんじゃないか。うわ強い、硬い。あ、でもわからん。防御し、これで大神だからか。これで大神だからわからん。よし。ここまでよし。でも大神が突っ込むのは違うんだよな。まあ、突っ込んでも大丈夫かな。突っ込ませよう。20、弱い、効かない。防御は大体あれかな、半減かな、大体半減と見とけばいいかな。いいえ、
どれぐらい聞く？あ、結構聞くね。一番聞くね。見ていてくださいね、大神さん。一番ではないか。一番ではないけど、このコーマの中では一番注意人物、要注意人物。三段。うわ、かっこいい。ニノたちがかっこいい。ゼロ距離、ゼロ距離射撃を見舞いしていく。うん、これしかないな。おお、おいで。おお、やりますね、マリア。で、アイリスは意外に硬いんで、前線に引っ張っていって、カンナも遅いな。最初に夫人を、最初どこにこのキャラを配置するかっていうのを選ばしてほしいな。じゃないと、いつまでたってもスミレが後ろの方で出てこれない。足が遅いのが悪いんだけど。やるべきかどうかな、ここがな、ここがな。でも行こう。時短をしていこう。この動画が40分とかになったらさすがにね、さすがに俺ですら、多分自分ですら見ないよ。40分、50分ぐらいになってくると。動画は20分ぐらいが収まりがいいね。うん。長尺のやつもいいけど、嫌いじゃないんだけど。やっぱ、身構えちゃうもんね。これを見ようと思うかどうかっていうところでね、やっぱり、4、50分となってくると、いや、ちょっとこれは今日はやめとくかな、みたいになっちゃうもんね。っていうことでもう17分です。やばい。間違えた。間違えた。間違えましたよ。これは終わらんね。こういうつもりでもなかった。本当は多分戦いなんてないと思って、ちょっとこう、アドベンチャーパートというかシナリオパートやって、はい終わりみたいな気持ちだったんだけど、舐めてないんだな別に。やばいな、たわんな。防御。さあ、大神の一撃。これで倒しきれないと厳しいものがある。倒せてはいる。今18分。時間との戦いになってきた。時間との戦いになってきました。うおぉ。AI です、狙うんだ。せめてアークザラットみたいに反撃があってほしいよな。せめて。アークザラットを持ち上げ、持ってくるけど、せめて反撃が欲しい。うー、死ぬー、死ぬー、死んでしまう。危ねえ。三段怖いよ。コーマ、三段怖いよ。あいつ一番怖い。しかし、コーマ三段は、桜の餌食に。桜くんの餌食に。え、まずい。おー。素晴らしい。一番いい活躍をしている。マリアの必殺があるよな。この辺で、ダメか。あ、いい。うわー、目がチカチカ。ポリゴンショックが、お子様たちの目がやられてしまう。ジルリン、アイス自身の回復を使うか。自身の回復で、カンナには大神を回復してもらうと。これでまあなんとか9死に一生。
ほんとスミレをカバーしたのは大失敗だな。一向に一向に前線に出てこない。まあ二人ともかな。遅い、足が遅いってやっぱダメだね。こういうゲームでこう前に出てこれないのはよろしくない。でいでい100に届かない。主人公の刀の重さがヒロインの重さに負けている。同じ刀を使う者同士として、それでええんか隊長として。ちょっとまあ硬さはあるね。ディッシュ、うぅ、奇遇。見ていてくださいね、大神さん。さくらだけ、さくらだけバシバシ前に進んでってる。バシバシ進んでってる。死にたいなら前に出なさい。普通に撃つしかないね。普通に撃つしかないね。やりたくはないが、やっておこう。倒しておこう。パリパリパリン。これで残りあと2、コーマが1体。こっちにもいるんか。こっちにはコーマいないわ。こっちにはコーマいない。でも、あんま並ばん方がええかな。まあでも、あ、2体いるわ。見えんところに。使いどころではないかもしれんが、超級覇王伝英団、違う、赤波天狂剣的な動きだったな。超級覇王伝英団はあれは、あれはそういうふうなモーションがあったかな。いや、当たるっちゃ当たるな。でももったいない、ちょっともったいないっす。スミレさん防御、多分これで当たるね。うん、出なさい、あやめ。サタン様と共に野望を果たすのは私なのよ。ここで一旦カットします。次のパートにしましょう。20分も経ったからな。次のパートにします。ボス戦は次のパートで。ほなまた。